です。時間も限られておりますので、簡単にいきます。まず、小売業界のトレンドということで、これはもう、社会説法、皆さんもよくご存知だと思いますが、世界的な、COVID-19 のパンデミックにはですね、小売業界にも大きな影響を与えまして、特に、イーカマースへの移行を加速させていただいたですかね、そういうこととかですね、あるいは変化する消費者の需要に、効果的にどのように対応していって、この厳しい環境下の中で、競争力を維持するために、動いていくかということでですね、それの一つの動きとして、革新的な、技術の登用ということで、その多くの活動はですね、技術系の新興企業、あえて技術系新興企業ということで、スタートアップさんという名前を使いませんでしたけれども、技術のベンダーさん、スタートアップさん含めて、そういう方たちと協力して、新しい機能、新しいその、価値観であるとか、システムに適した機能を開発すると。そういうことが小売業界でトレンドとなっています。そんな中で、小売業を取り巻く環境が2021年以降も、残念ながら引き続き、がんと変化していく中でですね、我々が考える、小売業、各、小売業者さんですね、留意すべき8つの主要な技術トレンドというものを、この先ほどお話しさせていただいたコアサイトリサーチが、掲げておりますので、それぞれのトレンドについてですね、世界中の小売業界の、取り組み例と、それぞれの分野で技術的な進歩を遂げているイノベーター、スタートアップさん、すべては今回、ご紹介できないですけれども、ちょっとトピックを決めてですね、ご紹介したいと思っています。ごめんなさい。近藤さん、技術が結構リテールに入ってるって話なんですけれども、割とコロナ前から、こういったところの技術に、アクティブだった会社さんがどんどん進めている感じなんですか？それとも、あまりコロナ後から初めて手をつけたって、どんな感じの雰囲気なんでしょう？今回、私の感覚ですと、3つの、カテゴリーに分かれるかと思ってます。まず1つは、アマゾンさんであるとか、ウォルマートさんのように、コロナ前からもう粛々とその準備を進めていった会社さん、それからこのコロナによって、パンデミックによって強制的にもうやらなければいけないと、それに対して迅速に対応している小売業者さん、それから、残念ながらそれに対応できず、今、かなり苦しみを抱えている、そんな小売業さん、この3つに分かれるかと思ってます。2番目の会社さんも結構アクティブな感じですか？ア今クやらティなきブにゃいなけらないっざているうを得感なじいで。形になっていますね。なるほど、何なるか、ほど。これはおそらく安田様なんかの、専門分野だと思いますけれども、投資家の面から見てもですね、やはりその、小売業さん、これからテック投資をするかどうかというところですごく株価にも影響しているというところがありますので、そういった面も考えてもですね、新しいアップデートをいかに小売業者さんやっていくかというところが少し今課題になっています。なるほど。安田さん、実際 AI 関係とかエキスパートですけど、投資熱いですか？やっぱりリテール系も。ミュートになっちゃったか。リテール熱いです。やっぱそうなんですAI ね。に限らずですね。なるほど。いや、楽しみですよね。ありがとうございます。